やっぱりオムライスは固めに焼いて包み込む方が。いいや、断然ふわとろで上に乗ってる方。カラカルについて話しなさい。カラカルについて話すのです。カラカルについて話したい。わあ、話したい。おい、あそこのお客さんなんかバグってね。動物好きにはよくあることです。カラカルはアフリカから中東に住んでる猫の仲間だね。目の上の眉毛みたいな模様とか綺麗な顔だよね。子供の頃なんてただでさえ可愛いのに、あの眉毛が太くて濃くなってたりするからめちゃくちゃ可愛いし、それにやっぱあの耳の先っぽにピョンピョンって長い毛が生えてるのもまた可愛いよね。あの耳毛は、耳毛ってリンクスティップって言うらしいんだけど。リンクスって大山猫だっけ？そうだね、あれが何のためにあるかはまだちゃんと分かってないけど、風向きを知るためとか、音を聞こえやすくするためとか、他にも目立つためだったり、逆に草むらに隠れやすくするためとか言われてるんだってさ。まあとりあえず耳が特徴的だよね。カラカルって名前もトルコ語で黒い耳って意味で、猫科の動物には耳の裏側に五耳状斑っていう白い模様があるのが多いんだけど、カラカルはうっすら白っぽく見えなくもないんだけど、五耳状斑がほとんどなくて黒いんだよ。耳がほんと特徴的なんだね。一応体に柄がないっていうのも猫としては少数派で特徴的なんだけど、同じ特徴があるのでライオンがいるから正直微妙だよね。ライオン出されちゃ叶いませんわ。大きさは尻尾を入れないでだいたい1メートル未満で、体重はだいたい10から20キロぐらい。住んでるところはアフリカから中東で、大きさもほとんど変わらないし、両方アフリカにいるし、割と近い種類ってことでサーバルと一緒に紹介されることが多いね。両方とも足が長くてモデルさんっぽくて綺麗だもんね。まあ実際よく見るとサーバルよりがっちりしてるし、手とかは大きいから力が強かったりするし、モデルっていうより綺麗系の女子プロレスラーって感じだけどね。わかるような、わからんような。住んでるところも細かく見ると違ってて、カラカルって英語でもカラカルなんだけど、デザートリンクスって呼び名もあるくらいで乾燥した地域にいて、サーバルは割と湿ったとこにいるって違いがあったりするね。デザートってことは砂漠？砂漠って言っても雨の全く降らないような砂漠ってところにはいなくて、そこそこ雨が降るような半砂漠というか、あくまでも乾燥した場所みたいだけどね。住み分けできてるんだ。てかまたリンクスが出てきちゃった。昔は大山猫の仲間だってされてたらしいよ。その後いろいろ見たら今はサーバルに近くて、アフリカゴールデンキャットにはもっと近いんじゃないってされたみたい。びっくりするくらい話題に上がらないね、アフリカゴールデンキャット。こっちもこっちで綺麗かっこいいんだけどね。んで生態的な特徴としては、まずはハイジャンプ。やっぱこれだよね。垂直で3メートル飛べるとか、だいたい2メートルくらいの高さで飛んでる鳥ならジャンプして捕まえられるとか言われてるけど、ダンクシュート決められるじゃん。数字の正確さはさておいても、実際飛んでる鳥をパシッと捕まえる跳躍力もそうだし、あと機敏さもすごくて、昔インドで餌を食べてる鳩の群れにカラカルを放って何匹鳩を捕まえられるかって競技があったらしいんだけど。どんな競技だよそれ。最大で10羽くらい捕まえたってのがあるらしいよ。いやすごいんだけど、その競技の意味不明さに頭が追いつけないんだよ。あとスピードも速くて、なんだかんだで時速80キロぐらい乗せるし、それに瞬発力もすごいよね。動物奇想天外の YouTube チャンネルで見られるカラカルの動画なんて、土煙上がったと思ったら捕まえてて漫画みたいだったもん。あんまりこういうのって意味がないから好きじゃないけど、大きさ考慮するとチーターより速いらしいからね。あと特徴は耳だね。また耳か。カラカルの耳って筋肉が多くて、立てたり伏せたり向きを変えられたり、うにょんうにょん回せたりできて、音で獲物を探すんだって。じゃああれかな、サーバルも音で獲物探すって言うけど、耳が良すぎて強風だと風の音でわからなくなっちゃって狩りができないらしいんだけど、カラカルも強風だと獲物を見つけらんないのかな。どうだろうね。あとカラカルの特徴だと力も結構強いっていうのもあって、基本的にネズミとか鳥とかの小さい動物を捕まえるんだけど、ポテンシャル的には体重のだいたい3倍から4倍程度の動物なら仕留められるから、たまにはトムソンガゼルとかの小型の霊獣とかも食べてるんだって。肉食獣相手でもジャッカルくらいならタイマン張って勝てるらしいね。ただそのせいっていうか、家畜のヤギとか羊も襲っちゃうこともあって害獣扱いされることもあるらしいけどね。そりゃあ大変だわ。って言いつつ、さっきのハトなんは捕まえられるかゲームとかもそうだけど、猟犬代わりにカラカルとかシャーバル使ってたなんて言うし、ペットにするなんてこともあるみたい。じゃあ割と身近なのか。って思ったら、なかなか見つからない幻の猫って言われてたり、
じゃあ数少ないんだ。ただ絶滅しそうかって言われるとそうでもないらしい。珍しいんだかどうなのかよくわからんね。一応カラカルっていう種類で見ると絶滅危惧種ってわけではないんだけど、猫って家猫以外はみんなワシントン条約で保護されてて、基本的には付属種2で生息数がやばいのはワンランク上の付属種1に入るんだけど、カラカルの場合アフリカのは付属種2でアジアのは付属種1っていう感じで分かれてたりしてて地域的に違いがあるみたい。てかさ、サーバルもだけどさ、この手のって飼いたがる人多いじゃん。だいたい野生の猫って言うと野生種だし飼い慣らすのは難しいし危ないから無理ってよく言われてんだけどもどうなの？赤ちゃんの頃から育てたらかなり懐くらしくて飼い慣らすこと自体はできなくもないみたいだね。たださ、アメリカとかもそういうの飼う人多いけど、特に中東とかアフリカなんかはカラカルとかサーバルどころかハイエナとかチーターとか下手すりゃトラとかライオンもちょっとしたでかい犬くらいの感覚でリビングで一緒に生活してたりするじゃん。ああ、なんかやばいくらい切れてても、なんか今日のベイビーはご機嫌斜めだぜハッハッハみたいなテンションだし感覚違いすぎてよくわからんわ。まあ実際問題日本で飼うぞってなったとしてもうちら一般人にはほぼほぼ無理なんだけどね。法律的にダメだよね。確か不可能ってわけじゃないけど、カラカルは人に危害を加える恐れのある危険動物っていう扱いになってて、一応少し前はそもそもどうやって手に入れるんだってのは置いといたとしても飼育設備とか決められた条件をクリアして申請さえすれば飼ってもよかったんだけど、2020年に法律が変わって危険動物を愛玩目的で飼うのは新規で申請することは原則できなくなったからね。まあ法律が変わろうがどうだろうが基本的には動物園とかで見る動物って感じだけど、そういや動物園でカラカル見た記憶ないわ。今日本でカラカルを飼育してて公開してるとこって4件しかないからね。少ない。しかも愛知、三重、兵庫、広島って西側に偏ってるから東側の人だとなおさらかもね。ちなみに全部で6頭しかいないんだけど、そのうち3匹はカールくんです。バリエーションも少な。まあしばらくしたら見に行きたいね。てかさ、なんでカラカルの話始めたんだ？なんでカラカルの話始めたんだっけ？